二宮和也主演、ブラックペアン、第8話は番組最高 16%から6%、 前回から3から6ポイント大幅アップ。2018年6月11日9時51分、スポーツ報知、ブラックペアン、出演の竹内涼、誠10日に放送された、嵐、の二宮和也、34、主演の TBS 系日曜劇場、ブラックペアン、日曜、6時、の第8話の平均視聴率が16%から6%だったことが11日、分かった。初回は13%から7%で高発進。第2話は12%から4%、第3話は12%から1%、第4話は13%から1%、第5話は13%から4%、第7話は13%から0%、第8話も横ばいの13%から0%と推移。今回は3から6ポイント大幅アップし、番組最高の数字を記録した。海堂健さんのベストセラー小説をドラマ化、オペ室の悪魔、と呼ばれる天才外科医、都会清志郎、二宮、が勤務する東城大医学、部付属病院に最新医療機器が持ち込まれ、新しい手術の形が導入されようとする。医療に関わらず誰にでも扱える心臓手術用の機器の触れ込みの危機に疑問を持った。都会はやがて病院、製薬会社などの闇にぶつかっていくというストーリー。共演に NHK 朝ドラ、ワロテンカでヒロインを務めた青井若菜。19、竹内涼真。24、小泉孝太郎。39、裏の大型ドラマだ。元フジテレビアナウンサーの加藤綾子。33、が連ドラデビューしたことも話題になっている。数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ。